京 FM、 東京 FM、ライズ東京プレゼンツ、高橋尚子キープオンランニング。この番組は健康睡眠ライズの提供でお送りします。高橋尚子キープオンランニング。おはようございます。高橋尚子です。良い睡眠、良い走り、オンオフしっかりとっていますか？半蔵門の東京 FM からお送りしています、高橋尚子キープオンランニング。春になってこれからどんどん気温が上がっていくと気になってくるのが紫外線ですよね。このあたりから紫外線量が増え始めるので、ランナーの方、日焼け止めを忘れないように、また吸水なんかもね、しっかりしてくださいね。ぜひぜひ熱中症なんかにならないようにも気をつけてください。さあ、そして今日は皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。ラジオネーム東子さんからいただきました。友達の影響で走り始めました。友達は私より半年くらい先輩で、いろいろ誘ってくれたり教えてくれます。その友達が今度レースに出ます。もちろん応援に行きます。フルマラソンなのですが、何キロ地点で応援されると嬉しいですか？キューちゃんは今までどんな掛け声が嬉しかったですか？はい、もう応援はどの地点でも嬉しいんですよね。一番嬉しいのはやはり自分自身を応援してくれるという分かる応援です。なので私はキューちゃん頑張れっていう風に名前を言ってもらうのがすごく嬉しかったですね。高橋って日本でも3番目に多い名前なので、実は走っている選手の中でも高橋って選手がたくさんいるんです。私と同じ時期に走っていた高橋智恵美選手というのは、私よりも前からずっと強かった日本を代表するランナーだったんですが、いつも一緒に走っていると、高橋頑張れ、私じゃなくて智恵美ちゃんのことだろうなっていうように、どちらかといえば自分じゃないっていう風な思いを持っていました。ただキューちゃんって呼ばれているのは私しかいないので、私を応援してくれる人がいるんだということだけでもすごく力になったなというふうに思います。なのでぜひ名前を呼んであげることっていうのが一つのポイントですね。はい、そしてですね、何キロ地点っていうのは、やはりマラソンっていうのは30キロからが壁だと言われるように、足が動かなくなったりもします。いろんな気持ちが悶々と出てきて、なんで走っちゃったんだろうとか、最後までやはりたどり着けるかなという不安だったり、そういった時にやはり自分だけではなく周りからの制限っていうのが、やはり頑張ろうっていう思いをもう一度持ち直せる力に変わってきますので、私は30キロ以降に行ってくれるともっともっと力強く走ることができるのかな、なんていうふうに思いますね。ぜひね、走りながら電車などを使って何回も何回も応援する、そんなコースを決めていただくと、応援する側も非常に楽しめると思うので、はい、応援も全力でぜひ行ってみてください。そして、メッセージをくださった東子さんからはリクエストもいただいています。リクエスト曲はシシャモ、明日も。番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組のホームページ tfm.co.jp/jog、 こちらのメッセージフォームから送ってください。また半蔵門ランナーズサテライトジョグリス、そちらにメッセージボックスを置いてありますので、ランナーの方、ぜひジョグリスに立ち寄った際はメッセージを残していってくださいね。さあ、そして来週4月の23日は岐阜清流ハーフマラソンです。まあ、高橋尚子の冠もついた大会なんですよね。そして当日だけではなくて、実は前日からイベントが開始されています。前日のイベントには野口みずきさん、また西谷彩子さん、まあ、タレントのね、今ナンバー2ですけれども、
このキープオンランニングにも何度も登場してくださっているあのタレントの西谷彩子さんも来てくださいます。またあの当日はですね、今回も川内優輝選手や、また山の神、真の山の神といいますか、三代目山の神、神野くんも出てきます。さあ、そして終わった後にはサンプラザ中野くんとパッパラ河合さんのコンサートを毎年のように行いますので、あのマラソン、ハーフマラソンだけでなく、前日から1泊2日で楽しめるようになっています。前日のトークショー、ランニングクリニック、そして当日のハーフマラソンはもちろんですけれども、終わった後のコンサートや、また終わった後の野口みずきちゃんとのトークショーまで、ぜひぜひ最初から最後まで盛りだくさんですので、ぜひ週末は岐阜の方にお越しください。お待ちしています。さあ、それでは今週も楽しい週末をお過ごしください。キープオンランニング、高橋直子でした。バイキュ。おはようございます。高橋直子です。良い睡眠、良い走り、オンオフしっかりとっていますか？半蔵門の東京 FM からお送りしています、高橋直子キープオンランニング。春になってこれからどんどん気温が上がっていくと、気になってくるのが紫外線ですよね。このあたりから紫外線量が増え始めるので、ランナーの方、日焼け止めを忘れないように、またあの給水なんかもね、しっかりあのしてくださいね。ぜひぜひあの熱中症なんかにならないようにも気をつけてください。さあ、そして今日は皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。ラジオネームとうこさんからいただきました。友達の影響で走り始めました。友達は私より半年くらい先輩で、いろいろ誘ってくれたり教えてくれます。その友達が今度レースに出ます。もちろん応援に行きます。フルマラソンなのですが、何キロ地点で応援されると嬉しいですか？キューちゃんは今までどんな掛け声が嬉しかったですか？はい、もう応援はどの地点でも嬉しいんですよね。一番嬉しいのはやはりあの自分自身を応援してくれるという分かる応援です。なので私はキューちゃん頑張れっていう風に名前を言ってもらうのがすごく嬉しかったですね。あの高橋って日本でも3番目に多い名前なので、実は走っている選手の中でも高橋って選手がたくさんいるんです。私と同じ時期に走っていた高橋智恵美選手というのは、私よりも前からずっと強かった日本を代表するランナーだったんですが、いつも一緒に走っていると、高橋頑張れ、あ、私じゃなくて智恵美ちゃんのことだろうなっていうように、どちらかといえば自分じゃないっていう風な思いを持っていました。ただキューちゃんって呼ばれているのは私しかいないので、あ、私を応援してくれる人がいるんだということだけでもすごく力になったなというふうに思います。なのでぜひ名前を呼んであげることっていうのが一つのポイントですね。はい、そしてですね、何キロ地点っていうのは、やはりマラソンっていうのは30キロからが壁だと言われるように、足が動かなくなったりもします。いろんな気持ちが悶々と出てきて、なんで走っちゃったんだろうとか、最後までやはりたどり着けるかなという不安だったり、そういった時にやはり自分だけではなく周りからの制限っていうのが、やはり頑張ろうっていう思いをもう一度持ち直せる力に変わってきますので、私は30キロ以降に行ってくれると、もっともっと力強く走ることができるのかななんていうふうに思いますね。ぜひね、あの走りながら電車などを使って何回も何回も応援する、そんなコースを決めていただくと、応援する側も非常に楽しめると思うので、はい、応援も全力でぜひ行ってみてください。ナーコキープオンランニング、この番組は健康睡眠大豆の提供でお送りします。高橋直子キープオンランニング。おはようございます。高橋直子です。良い睡眠、良い走り、オンオフしっかりとっていますか？
半蔵門の東京 FM からお送りしています。高橋直子キープオンランニング。春になってこれからどんどん気温が上がっていくと気になってくるのが紫外線ですよね。このあたりから紫外線量が増え始めるので、ランナーの方、日焼け止めを忘れないように、また吸水なんかもね、しっかりしてくださいね。ぜひぜひ熱中症なんかにならないようにも気をつけてください。さあ、そして今日は皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。ラジオネームとうこさんからいただきました。友達の影響で走り始めました。友達は私より半年くらい先輩で、いろいろ誘ってくれたり教えてくれます。その友達が今度レースに出ます。もちろん応援に行きます。フルマラソンなのですが、何キロ地点で応援されると嬉しいですか？キューちゃんは今までどんな掛け声が嬉しかったですか？はい。もう応援はどの地点でも嬉しいんですよね。一番嬉しいのはやはり自分自身を応援してくれるという分かる応援です。なので私はキューちゃん頑張れっていう風に名前を言ってもらうのがすごく嬉しかったですね。高橋って日本でも3番目に多い名前なので、実は走っている選手の中でも高橋って選手がたくさんいるんです。私と同じ時期に走っていた高橋智恵美選手というのは、私よりも前からずっと強かった日本を代表するランナーだったんですが、いつも一緒に走っていると、高橋頑張れ、あ、私じゃなくて智恵美ちゃんのことだろうなっていうように、どちらかといえば自分じゃないっていう風な思いを持っていました。ただキューちゃんって呼ばれているのは私しかいないので、あ、私を応援してくれる人がいるんだということだけでもすごく力になったなというふうに思います。なのでぜひ名前を呼んであげることっていうのが一つのポイントですね。はい。そしてですね、何キロ地点っていうのは、やはりマラソンっていうのは30キロからが壁だと言われるように、足が動かなくなったりもします。いろんな気持ちが悶々と出てきて、なんで走っちゃったんだろうとか、最後までやはりたどり着けるかなという不安だったり、そういった時にやはり自分だけではなく周りからの制限っていうのが、やはり頑張ろうっていう思いをもう一度持ち直せる力に変わってきますので、私は30キロ以降に行ってくれると、もっともっと力強く走ることができる。